今回の問題、まあまあ難しいです。結構基本的な問題なんですけど、見えづらいなというところで難しいかなと思います。それではやっていきましょう。初めなんですけど、三角形 AOB ありますね。これが3平方センチメートルだって言われてます。その次に三角形 OCA かが4平方センチメートルだって言われてます。その次三角形 OBC が5平方センチメートルだって言われてます。はい、その次なんですけど、高さ共通という形で、まあ、面積比が求まるんですね。どういうことかって言ったら、この三角形とこの三角形を見たときに高さが共通してるんですよ。その時はここの比が3対4になるんですね。これ覚えてたらいいです。結構基本的な内容となってます。でまたこの三角形とここの三角形を見たときに、はい、こことここは高さ共通なので、はい、5対3になります。ここの三角形とここの三角形で、はい、4対5って形になるんですね。ここまでいいでしょうか。そしたらその次なんですけど、今度は角度共通の時の面積比の求め方っていうやつがあるんですね。でどういうふうにやるかって言ったら、ここは角度共通の時、これかけるこれですね、底辺かける高さ2って形で面積比を求めるんですね。で高さは斜めでもいいんですよ。で割るにはもうあの面積比の2は使わなくてもいいです。でその次この三角形も角度共通なんで、底辺かける高さって形でできるんですね。これであのまあ、ここの面積が求まっちゃうんですね。それではそこをやっていきましょう。そしたら全体の面積は12ですね。だから12平方センチメートルです。その時に底辺かける高さなので 7×8 です。この時にここの面積は分かりません。なので x にしておきましょう。その時に 4×5 なので、まあ、こんな形で書いていくって形です。 x はって言ったら、はい、7分の30って形になります。いいでしょうか。なのでここの三角形ですね、ここの三角形が、はい、7分の30平方センチメートルって形になるんです。いいでしょうか。それではその次に時計回りこの三角形、ここの三角形を求めていきます。そうするとまた同じような形で12平方センチメートル底辺かける高さって形なので 7×9 イコール今回の面積わからないの y って形にしておきます。まあ、文字式でもいいし丸とか三角でもいいですよ。そうすると 3×5 って形なので 3×5 です。 y イコール、7分の20平方センチメートルってことがわかりますね。底辺かける高さで z が 4×3 ですね、2平方センチメートルということが分かります。そうすると全体三角形が12ということが分かるので、これとこれとこれを消せばいいって形ですね。引けばいいって形なので 12-7/30+2+7/20、はい、これをやると7/20平方センチメートルが正解となります。そしたらその次は OEF を求めていきます。この時に使うのはこの三角形を使いたいですね。でその次にもう一個ここの三角形も使いたいです。5ですね。5平方センチメートルを使いたい。あとここの三角形とここの三角形を求めれば、全体からこれとこれとこれとこれを引けばいいって形になります。なのでここを求めていくんですけど、これが全体4に対して5対3って形なので割合で計算していくと、なので 4×、はい、8分の5ってことなので、はい、2分の5っていう形になります。だからここの三角形が2分の5平方センチメートルって形になりますね。さあその次ここの三角形を求めていきましょう。そうすると全体のここの三角形3に対して4対5って形なので、3かける割合なので長さ分の今回5ね、割合やからこれ計算すると3分の5平方センチメートルです。なのでここが35平方センチメートルってことが分かりました。そしたらこの全体からこれとこれとこれとこれを引いていけばいいという形ですね。でこれを引いていけばいいので、12-2+2/5+5+3/5、まあ、計算すると6と72-67なので、答えは6分の5平方センチメートルが正解となります。今回の問題なんですけど、高さ共通的の面積比と、あと角度共通の面積がしっかりと分かれば今回の問題は解けました。今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。
それでは次の授業で。それではね。バイバイ。